公園へ行ってきましたうんこういったねせせらぎがねあ水遊びができるねこれからね猛暑の季節ね、ま、子供たちここ来るんじゃないかなうんローラースライダーまあねこのローラースベり台ですねうんマットが置いてありますよこれね大がかりなね何ていうか 滑り台もあるし、こんな感じのね、まあ、不思議な乗り物もございます。うん。うん。やっぱりパンダくんいますよね。<laughs> なんか愛嬌があるよね、パンダくんはね。これは何なんだろうな。熊なのかな。熊のブランコ。うん。 まあこういったね、感じでね、ローラー滑り台。うん、そこね、登っていくんね、左側ね。なかなかね、まあ、遠くてね、大変だよね、登っていくのも。うん、こっちにはね、まあ、ちょっとローラーじゃないんだけど、普通の滑り台がございますよ。うん、まあこれね、<laughs> マットね。 でも <laughs> 良心的だよね <laughs> まあこういった感じで置いてね <laughs> まあ両足でねちょっと摩擦でね制動しながらねまあそうしないとね、まあ、怖いよねスピードが出ちゃうからねうんうんこんな高いとこかだもんね 何するんででしょうね登るんですか、ね、それね <laughs> またパンダくんほんと人気があるんだねよくねママさんが赤ちゃんなんか乗せるにちょうどいいんですよね <laughs>、うん、そこまで小さいんですかねあやっぱりコアラくんいますねもうぐらいじゃありませんね これね、昔ね、ジャングルジムだったと思うんですよね。今はこんな感じになるんだね。うん、ちょっと触ってみなかったから、どんな感じか分かんないけどね。まあ、これやってみましたけどね、まあ、ちょっとダメでしたね。まあ、下の方を持っちゃうとね、足がついちゃうんですね。まあ、クラブ地のね、真ん中の2文字ね。<laughs> うーん、これは向こうはね、合間川温泉っていうのかな。 売れ合い感まあ市民はね3時間310円ねちょっと心霊スポットを探しにね、まあ、山の中入ってたらね行き止まりになっちゃって <laughs> 天満宮かろうじてね、まあ、行けたんですようん廃神社っていうわけでもないと思いますうん道祖神 まあ、典型的な道祖人だねうん、まあ、これがね狛犬なんですこういったタイプの狛犬はね私ね初めて見ました全部で4体いるんです うんちょっとね下のね右側のやつは首がね取れてますね、うん、左側ね下の左側苔むし,しちゃってます うん、ちょっとねなんかこんな感じで撮影して何かついてこないかなと思ってねあこれはね栗原中司のね、まあ、中司地蔵のところの近くにあるお店の,の入り口の上に掲示されてました何屋さんなのかなきのこ屋さんかなあ中司がらみの本も販売してましたよ 御、まあ、用の方はね、まあ、隣へどうぞみたいな、そんな感じになってました。うん。こういうのがあるとやっぱり嬉しいですよね。まあ、読み上げましたね。まあそこをね、まあ処刑されちゃったのかな。うん。まあ戸惑いの末でね、まあ、戸惑っとけばよかったのにねっていう感じですけど。 義理と人情で破 <laughs> らなくちゃならなかったんだねうんこれね習字地蔵うんなんかね私の行った時にもね後からねまあお客さんというか訪問者ありましたようん まあそのね、なんていうか子分たち十二人衆って書いてあったかなうーん、慰霊碑作ったんですね、うん、これがねお墓です、まあ、後ろの方にねひっそりとありましたこれちょっとよくわかりませんね 透目からね、まあ、中耳図像を写しました。まあ、オート関所後ね。やっぱりね、中耳のことが書いてありますね。後半ですけど。うん、こんな感じの復元の。まあ、関所になっています。はい、それでは、どうも、ご視聴ありがとうございました。さよなら。